ビタリー・ユシュマノフは、ロシア人、オペラ歌手。数々の著名な声楽コンクールにて優勝、入賞し、2013年より、日本でも演奏活動を開始している。ソビエート連邦のレニングラードに生まれ、父は、ユシュマノフ・アナトリー・バノビチ、母は、ユシュマノバ・タチアナ・アレクサンドロブナ。兄のユシュマノフ、ドミトリアナトリエビチは、ソフトウェアデベロッパー、プログラマーをしている。 祖父のユシマノフ、イヴァン・ポルフィリエビチは有名な軍隊外科医、軍隊医学院の教授。おじのユシマノフ・ビクトル・イヴァノビチは、オペラ歌手で、サンクトペテルブルク音楽院の教授であった。5歳の時初めておじが勤務していた、ムソルグスキー劇場、ゲンミハイロフスキー劇場でオペラを見て、7歳の時に短い期間ピアノを学ぶなどしたが、音楽を本格的に学び始めたのは18歳の、 時からだった。1998年サンクトペテルブルクの普通教育学校280号を卒業後、人文科学現代大学の経営学部へ入学。大学2年の時にテレビでウィーンからのプラシド・ドミンゴ、ホセ・カレー・ラス、ダイアナ・ロスのクリスマスコンサートを見て声楽に深く興味を持ち、以後2年間は世界の有名な歌手の録音を聞き、 真似をすることで独学する。その間に2回オペラ歌手のおじのオーディションを受けて、2回とも才能がないと言われたが、歌手になる夢を諦めなかった。数年後、そのおじにも認められる。友人の紹介で2000年より、著名なソプラの歌手で、ロシアの功労芸術家のコロソバ、ニナ・アナトリエーブなのもとで、個人レッスンを受け、半年後、 リムスキー・コルサコフ音楽院の彼女のクラスへ入学。テノールとして本格的に声楽の勉強を始めた。2005年にマリーンスキー劇場の若い声楽家のためのアカデミーのオーディションを受け、リムスキー・コルサコフ音楽院の3年生でアカデミーへ編入。2007年までは生徒として学び、2007から2008年のシーズンはソリストとして活躍した。 2005年エルミタージュ劇場でハネダニアンの歌劇、メサイヤ、人間の息子にて、オペラデビュー。2007から2008年に、マリーンスキー劇場でのモーツアルト、マテキ、ロッシーニ、ランスへの旅、プロコフィエフ、三つのオレンジへの恋のプロダクションに参加。劇場と一緒に、アメリカ、スペイン、日本でのツアーに参加。そのツアーで2008年1月に初来日。 日本への深い興味や強い絆を感じ、その時から日本に住むことは彼の大きな夢の一つとなった。その後、実際の聖域はバリトンだと感じて、2008から2009年おじのビクトル・ユシュマノフの指導の元テノールからバリトンへ変更。高等音楽教育やヨーロッパでの演奏活動のため、ドイツのライプツィヒのフェリックス・メンデルス・ゾーン・バルトルディ、音楽演劇大学へ入学。 ジャネット・ファバロ、ロイテル教授のクラスで学ぶ。在学中に、コンサートや、オペラプロダクションなど多くの講演に参加。2012年、ドイツのバート・ヘルスフェルト音楽祭で、モーツァルトのドン・ジョ・バンギで、初主演。2010年、ドイツで知り合った著名な、日本人ピアニスト、福間光太郎の招待により来日し、2011年より、たびたび来日するようになり、 2013年より本格的に日本での演奏活動を開始。ライブツヒ音楽演劇大学を卒業後、2015年1月から日本に移住し、現在に至るまでコンサート、オペラなど全国的に演奏活動を展開している。一般財団法人地域創造の公共ホール音楽活性化事業のアーティストに選出され日本各地で活動する。 2017年、ミヒャイル・ハンペイ演出、沼尻・龍介式、ス・ワーグナー、ラインの黄金、ドンナー役で、ビワコ・ホールでデビュー。2017年より、ラフ・フォルジュル・ネオ・ジャポン、東京、春、音楽祭、オペラ歌手紅白対抗歌合戦、ラララ、クラシックコンサート、NHK、FM、リサイタル・ノバ、BS テレ東、私が日本に住む理由など、コンサート、オペラ、 ラジオ、テレビ番組に多く出演。また、日本歌曲にも深い興味を持っており、2013年より、塚田義雄に学ぶ。2020年、音楽評論家のとのしも、達也氏との共著で、ビタリ人生って不思議なものですねを出版。自分の人生、音楽への道、日本への関心のことをインタビューの形で語っている。9から11月には、オペラ、 フィガロの結婚のアルマビーバ伯爵役で全国4公演。2021年1月、NHK ワールド TV の東日本大震災10周年、記念プロジェクトフラワーズウィルブルームビヨンドボーダーズに参加し、インタビューのほか、多言語版、花は作を自身が翻訳したロシア語で歌唱。3月には、同番組が、NHK、BS プレミアム、 BS1 よび総合テレビで放送された。2021年4月、新国立劇場でのダブルビル公演、夜泣きウグイス、イオランタに出演し、新国立劇場にデビューした。現在東京在住。2015年、日本都スティカ曲コンクール優勝。2016年、第52回日異生学、コンコルソ第一位よび最優秀歌曲賞受賞。 第14回東京音楽コンクール声楽部門第2位第21回コンセールマロニエ21音楽コンクール声楽部門第22015年フロレスタンよりデビューアルバム歌の翼にをリリース2016年オクタビアレコードエクスタンレーベリよりイタリアオペラ歌曲アルバム愛の言葉をリリース2018年オクタビアレコードエクスタンレーベリより 塚田義雄伴奏で、日本の名家曲集、ありがとうを風に乗せてをリリース。2021年、オクタビアレコードエクスタンレーベルより、塚田義雄伴奏で、日本の名家曲集に、夢探しながらをリリース。私が日本に住む理由、ミソラばりを敬愛する、声楽家のロシア人2020年7月24日、閲覧、株式会社、ハンナ。 www.shopan.co.jp 2021年4月29日閲覧。オクタビアレコードウェブショップ2020年7月24日閲覧。オクタビアレコードウェブショップ2020年7月24日閲覧。オクタビアレコードウェブショップ。オクタビアレコーズウェブショップ2021年4月29日閲覧。ありがとうございます。